タレントのマツコデラックスが、今日14日、23時15分チルダ、に放送される日本テレビ系バラエティ番組、マツコ会議、で、スタッフのダイエット結果に大興奮する。マツコデラックスイコール日本テレビ提供今回は特別編として、AP 二瓶のダイエットチャレンジ、を放送。きっかけは今年1月、番組で入会金50万円というセレブが通う東京、南麻布の高級パーソナルジムから中継した際のことだった。マツコも、おかしな店、ジム、だなと思ったらオーナーさんがおかしかった、と圧倒されるキャラの濃いオーナーで、カリスマトレーナーの吉江さんが、一人す。僕みたい、指導したい、お客様がいる、とトレーナー魂に火をつけたのが、中継現場にいた当時 106kg のアシスタントプロデューサー、AP、二瓶氏。5ヶ月で 25kg 落とせます、と自信満々の吉江さんに、マツコは驚きながらも、二瓶、ちょっと本気でやってみろ、と応援した。こうして始まったダイエットチャレンジだったが、二瓶 AP はそれまで運動とは無縁の生活だったため、スクワットや踏み台昇降など、下半身の筋肉を徹底的に鍛える40分間に及ぶトレーニングに、これを明日もやると思うときつい、と早くも弱音。しかし、5ヶ月ぶりにスタジオに登場したその姿に、マツコは、マジか、人間ってこんなに生まれ変われるのね、と大興奮する。果たして、何キログラムのダイエットに成功したのか。この日の放送では他にも、今年4月に放送した、K-POP 専門ダンススクール、で出会った元メジャーリーガー、矢部圭一投手の娘、かなこさんが、K-POP デビューを目指して韓国オーディションを受ける様子に密着。合格すれば来年4月にデビューという第一番の勝負だが、渡航前日にかなこさんに異変が発生する。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。